今回のエアクローゼットが届きました。今回はトップスを3枚お願いしました。普段はこのうち1枚はボトムスというような形で着ます。お手伝いした見本紙が届きました。女性自身の5月11、18がペゴと LDK の6月号、どちらも積み立てNISAについてお話をしています。週刊誌ちょっとサイクル早いんですが、11、18合併号なので動画が上がる頃もまだ初販売してるんじゃないかなというふうに思ってます。よろしければご覧いただけると嬉しいです。掲載誌の話が立て続きますが、クラッシーの6月号に投資今から始めても大丈夫ですかというコーナーがありまして、そこでお話をしています。ご関心に響けばご覧いただけると嬉しいです。本日のお昼ご飯です。今日の見どころは餅に巻かれたフランクフルト、ビジュアルが強い。いただきます。さあ今日はいよいよ先日購入したホースでベランダの掃除をしようと思います。楽しみ。さあいよいよお水が潤沢に使えるホースを導入してのベランダ掃除です。綺麗になるかな。この辺とかね、水流しまくって綺麗にしたいですね。綺麗になった気がします。多分この辺りもだいぶすっきり。お掃除前、お掃除後です。お掃除前、綺麗になったのではないでしょうか。今日の感想としてはやっぱりホース最強、めっちゃはかどりました。本日の朝ごはんは卵かけご飯とお味噌汁。私は先混ぜ派、夫は後混ぜ派。トリュフソースでいただきます。これ美味しいわ。いただきます。昨日掃除したベランダが輝いて見えてめっちゃ気持ちいいです。すっきり。夫の学生証が届きました。大学生になりましたね。今日のお昼ご飯です。この辛いラーメン昨日食べたんですけど、本当にめちゃくちゃ辛くって、でもなんか美味しかったので、ちょっとこの上の赤いところを取り除いて再挑戦しようと思います。コンパクトなので381キロカロリーというのも嬉しい。いただきます。ティラミスバスチーというスイーツを発見してしまいました。半分食べました。本当にもうティラミスとバスチと両方味わえて、食べ応え抜群のずっしりスイーツです。美味しい。さてさて、今日は夜ご飯にマクドナルドに行こうと思います。昨日昼ご飯だったと思うんですよね、マクドナルドね。今日は夜行こうと思います。ちなみに夜インスト36052で撮るの初めてですけど、まあどうでしょうね、どれぐらいの感じで撮れてるか楽しみです。さあさあ、夜のマクドナルドです。江口ね、江口にして、ありがとうございます。
マック買ってきました。今日はエグチ、これ私初めて食べます。そして夫はお肉が3枚のサムライマック、あとミルキーのままの味シェイク、前回ちょっと機械メンテナンス中で買えなかったんですけど、ついにゲットしました。いただきます。今日は午前中のうちにエブリデイロープライスで買い物しておこうと思います。 OK ストア行ってきます。 OK ストアでいろいろ買ってきました。で、支払いを LINE PAY でしたので、このこれですね、ロック、マスクをしてましたがロック解除されたんですけれども、1点だけちょっと気がついたのが、私外に出てる時には割と Wi-Fi オフにするんですよね。で、そうすると Wi-Fi オンじゃないと使えないみたいなので、ちょっと使えないこともあるのかもと思いました。ちょっとさっきたまたま Wi-Fi オンにしたままだったんで、ロック解除でうまく LINE PAY をスムーズに使うことができましたが、ね、ちょっと電池の消耗が激しいので外では Wi-Fi 切ってることが多いので、ね、こういうシーンどうなるのかなとちょっと気になりました。スーパーで買い出ししたものは家に置いてきたので、まあ、今から改めて散歩に行ってこようと思います。歩くぞ。5月に入ったので LINE PAY のコード決済が一律 0.5% 還元になったんですよね。その4月末までは利用度に応じて最大 3% の還元がついてたんですけど、 0.5 になったのでどうしようかなと、オーケストアでの支払いどうしようかなと迷ってたんですけど、オーケストアの会員証を示すと 3% 割引が受けられるというものが、クレジットカードを使ってしまうと対象外になるので、まあ、ひとまずはちょっと、まあ、いつも通り LINE PAY のコード決済で支払って 3% の割引を受けて 0.5% のポイント付与ということで 3.5% の還元を受ける形にしてみました。まあ、でもなんかちょっと面倒くさいので今後はクレジットカードにするかもしれないですね。ちょっともうちょっと研究してみます。5月に入ったって感じがしますね。いつもほぼ同じお散歩コースを歩いてるんですけど、なんか夫と歩くと同じコースを歩いても6000歩ぐらい行くんですけど、一人で歩くとちょっとなんか5000歩足らずになるんですよね。他の買い出しとかと含めて5、6000歩になんとか到達するんですけど、不思議ですね、同じコースなのに。なんか緊急事態宣言による人の減りってエリアによってまちまちだと思うんですけど、お台場ってなんかそんなに距離も移動しなくてよくって、外でも過ごしやすいので、おそらくまあ感染対策的に人が集まりやすいエリアなんだと思うんですけど、商業施設が閉まると本当に目に見えて人がいなくなるんですよね。なんか緊急事態宣言の関係で結構なんか地域の特徴みたいなものをすごく感じていて興味深いなと思っています。本日は4679歩。おかしいな、スーパーにも行っていつもの散歩コースを一周回ってきたのに4679歩。本日のお昼ご飯は OK スタイルでマグロが美味しそうだったので、マグロの漬け丼いただきます。
本日のおやつはスフレチーズケーキです。スフレチーズケーキ、中身はこんな感じ。なんかここがカットされてて、なんなら片手で食べれるようになってるみたいです。いただきます。本日はハワイアン料理屋さんにしました。マグロとサーモンのポキ丼とステーキの丼ですね、半分ずついただこうと思います。いただきます。本日のダイレクトフリージング完成。